石山駅、南口バスターミナル、石山駅、北口乗り場南口デッキ、石山駅は、滋賀県大津市淡津町にある、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA27、美和湖線の愛称区間に含まれている。石山駅は、瀬田川橋梁のすぐ西側に位置する。大津市南部の拠点であり、 市内南部圏域のバス路線や、京阪石山坂本線との乗り換え駅になっている。駅周辺には商店街が形成され、工場なども集積している。1985年時点では、利用客の7割以上が定期客で占められ、通勤・通学において重要な役割を果たしていると言える。百八十九年に東海道線が付設されたが、石山駅は、 後の1903年に開設された。位置は旧全世町にあたるが、石山駅の名称は石山寺への入り口を意識したものと考えられる。開業当初は広い部屋の中に小さな駅舎があるのみで乗降客は少なかった。次第に駅前に茶店や運送店が開店するようになったが、本格的に駅が発展するようになったのは、 アサヒ・ベンベルグや東洋レイオンなどの工場が創業した大正末期からである。1928年12月から駅舎の改築補修や駅前の区画整理が行われ、1929年4月1日に竣工した。この駅舎は木骨コンクリート製で洋風の建築であり、当時は横浜駅、金沢駅でしか導入されていなかった一人ずつ。 処理する方式の出札口が導入された。一方で、石山駅の存在が、通れなど、工場の立地に大きな役割を果たし、東海道本線や草津線の広い範囲で、労働力を求めることができるようになった。また、工場内への引き込み線を設置することで、原材料の入荷や製品の出荷に利便が図られた。戦後はさらに多くの企業が進出し、 駅周辺が工業の街となり、石山駅を利用する家客の数は本格的に増加した。1965年から1970年にかけて東海道本線、草津京都間で複々線化工事が実施されたが、石山駅では駅舎の改築や駅北口の新設、駅前広場の新設、整備が関連工事で行われた。貨物用の対比線が 上下線で設置されたほか、3線に対応したホームを改良して2面4線のホームになった。これらの工事が、石山駅周辺に平和堂石山店や西友石山店が出店するきっかけとなる。石山駅の上下線に工場への専用線が設けられていたが、2013年現在では廃止されて跡地が失われつつある。 脱線転覆事故の現場1930年4月25日、東京初下関駅急行第5列車、乗客約650名が、石山駅に差し掛かり下り本線から抽選上のポイントを通過時に脱線転覆し、13名が重軽傷を負った。石山駅はカーブになっており、普段は通らない抽選への渡り線も急角度で、 そこに遅れを取り戻すため高速で侵入したことが原因とされた。木造客車ならば1926年9月23日の山陽本線特急列車脱線事故のように粉砕していたところだが反抗性客車だったため被害は少なく済んだ。機関紙は100円の罰金刑を受けた。この事故で東京のある新聞が急行列車脱線転覆。 死傷者多数の公害を出したが、結局誤報となってしまい、物笑いになってしまった。この事故を受けて、山陽本線河内駅構内の配線と、速度制限の調査が行われ、誤ったポイント付け替え工事がされたことが、9ヶ月後の山陽線急行列車脱線事故の原因となったという。世田川が映っていることから、写真は古戦橋から草津方を見た撮影と思われ、 当時の石山駅にはランプ小屋があったことがわかる。島式ホーム2面4線に外側対比線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。改札口の横に清すく、緑の窓口の横にセブンイレブン石山店がある。改札外部は北口、南口でエレベーターやエスカレーターが設置されている。直営駅。愛古家利用可能駅であり、愛古家の相互利用対象カードも 利用可能。日中時間帯は1時間に7本が4本停車する。朝晩は本数が多くなる。2007年まで専用線発着の車扱い貨物を取り扱っており、貨物列車の設定があったが、現在は臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、そのため貨物列車の発着はない。駅北側にある日本電気ガラス大津事業所へ、 関西日本電機が保有する専用線が上り線側から分岐し、石油輸送を行っていた。そのため潮浜駅東駅間に石油輸送貨物列車が運行されていた。駅南側にある東レシガ事業場へ専用線が下り線側から分岐し、石油輸送を行っていた。災害時など公共性の面があり、権利だけは残っている。 ただし線路は2009年7月頃にすべて撤去されており、国道1号との平面交差の踏切のレールも外され溝は埋められ、踏切信号も撤去されたが、専用線の路盤と踏切警報機のみ残存している。交通科学博物館で生体保存されている1801号機は1964年に国鉄に寄贈されるまでは、 この専用線での入れ替え作業で使用されていた。2019年度の1日平均乗車人員は24,103人である。滋賀県内の駅では、南草津駅、草津駅に次ぐ第3位で、JR 西日本全体の駅では第40位である。また、大津市内にある駅では最も多い。滋賀県統計所によると、近年の1日平均乗車人員推移は、 下表の通りである。表玄関として機能しているのは南口。当駅から国道1号にかけて市街地が形成されている。北口は大規模な工場が複数存在する。平和堂石山天元港では、京阪バス、大見鉄道バス、低山湖南交通が路線バスとして乗り入れている。ありがとうございます。